にちは、ドクターはじめだ。お前たち今日は何の日か知ってるか？7月7日、七夕の日でございます。七夕、7月7日かとは何の日かというのを説明しますと、あれです、彦星様とその女、彦星様とその女、織姫だ、ひぼく星様とその織姫の女の2人がですね、こうあのね、ちょっとちゃんと説明するよ。織姫、まあ、いや、めんどくせえ、やめとこう。とりあえず、織姫様と彦星様が、ちょっと神様がね、ちょっといろいろありまして、二人の仲を引き裂いたんですよ。もう会えないように。神様が川を作って、二人が会えないようにしたんですよ。なんてことだ。でも、神様は、まあ、年に一度だけね、この二人はお互いを愛し合ってるんで、まあ、神様はね、年に一度だけ、7月7日の日だけ、その川をね、こうね、二人が渡れるように するんですよ。出るか不安になってきた。どんな感じの話だった気がするぞ。織姫と彦星は天の川を渡り、一年に一度デートを楽しむことができるわけなんですよ。つまりこの愛する二人は一年に一度の夜しか会えないんです。めでたしめでたし。めでたくねえわ。めでたくないんだよ。俺は愛してる二人の中を引き裂く川が許せない。俺はこの二人を何とかしてあげたいんだよ。現代の科学でこのドクターはじめが愛し合う二人の間を取り巻くために歩ける川を作ります。用意するものはこちら。俺は何としてでも織姫と彦星に一緒に生活してほしい。小麦粉と水をある程度で混ぜると、水の上をこう忍者みたいに歩けるようになるんですよ。ダイラタンシーというらしいです。要するに僕はですね、川を作りますよ。僕ん家で、僕ん家で川を作って、その川に小麦粉を 50kg バーンと入れて、川だけど歩ける。まさにあれですよ、ミルキーウェイですよ。天の川、小麦粉を入れて、ミルク色のね、ミルキーウェイ天の川を、俺がな、彦星の代わりに、彦星のために、みんなのために、織姫のために、二人のために渡れる天の川を作ってやんよ。すべては愛のために。というわけでですね、片栗粉、片栗粉と小麦粉ってなんか違うのかな。俺これ待って俺これミスったらやばいぞ。待ってやばい、ちょっとミスったかも。小麦粉と片栗粉って違う。やばいやらかした。待って、ちょっと待って、小麦粉じゃねえ、片栗粉だ。はぁ、やば、俺何、完全にミスったじゃん。おいもうちょっと待ってくれよ。僕の七夕の願いはただ一つ、小麦粉を返品したい。行くぞ。笑えねえぞこれマジで。ミスった、マジミスった。この廊下で天の川を作っていこうと思います。絶対天の川の水廊下に濡らしちゃダメなので、マジでちょっとね、濡らさない感じでいこうと思います。よし、完璧だ。床は多分もうね、漏れても心配ないレベルまで強化されたので、実際に天の川のね、河口を作っていきます。はい、というわけでなんとかですね、天の川の形はできました。実際に川の水を作っていこうと思います。もちろん彦星様が歩けるようにな。うわっ、わっ、ネタじゃない方でやれ。あれだ、入れていきます。この感じだ。ちょ、わかるかな、こう触ってもね、手にくっつかないんですよ。ほら、この感じ、もうタッチできるのよ、水なのに。ほら、天の川の川のね、走れそうな水は完成したので、これをちょっとね、量産していこうと思います。おお、すげえ。うわ、今ならね、このバケツの上ね、走れるぜ。あ、やべ、無理だった。天の川、うえ、ほら、これ片付け大丈夫かな。まだまだ、もっともっと足しますからね。第2弾も完成したところで、早速天の川に入れていきましょう。重い。行くぞ。よし。はい、というわけでひとまず完成いたしました。こちらがですね、私の手作り、水の上を走れる天の川でございます。どうですかね。というわけで今からこの水の上で走ります。沈んでるかどうかっていうのはもうこの足で分かりやすいと思います。指が完全に隠れると沈んでいるということなので、じゃあいきます。 3,2,1。 ほら、ほら、ほら、ね、浮いてる浮いてる、ほらね、ほら、走れてない、走れてる走れてる、ほら、浮いてる。だって止まるよ、止まるよ。あー、沈んじゃった。
はい。多分浅いから分かりづらいんだよね。浅いから分かりづらいんで、ちょっと最後おまけでお風呂に全部溜めてみます。沈むともう足首隠れるんじゃねえかくらいに隠れるんで、ここでね実際に走れるかどうかちょっと最後チェック。いきます。 3,2,1。 お、沈めやしねえな。お、やっぱ沈まない沈まない沈まないけれど、止まるとうーんってなるんだよな。